マシュー・ジェームズ・アダムスは、アメリカが州国ペンシルベニア州センター軍、フィリップスバーグ出身のプロ野球選手。右ト左打、MLB のコロラド・ロッキーズに所属。その大きな体と大きな本塁打を打つ様から、ついた愛称は大都市、ビッグシティ。セントルイス・カージナルス時代2009年の MLB ドラフト23巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。 2011年に a 級スプリングフィールドカージナルスで打率332本塁打101打点を記録してテキサスリーグの MVP を獲得しカージナルスの最優秀マイナー選手にも選ばれた2012年5月20日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たした5月27日のフィラデルフィアフィリーズ戦でチャド・クオルズからメジャー初本塁打を放った 6月21日を最後にマイナーに戻り、8月には右ひーちの国局除去手術を受けた。2013年1月には MLB 公式サイトの有望株ランキング一類種部門でジョン・シングルトンに次ぐ2位に入った。シーズンでは開幕ロースター入りしたが、4月26日に15日間の故障者リスト入りし、5月7日に復帰。小一類種のアレン・クレーグが打率。 315と成績を残していたため、定位置ダッシュとはならなかったが、108試合に出場して、打率、284、17本類が、51打点を、記録した。2014年はクレーグが右翼手に転向したため、小1類手となったが、5月29日に、左ふくらはぎを痛め、31日に15日間の、故障者リスト入りした。だが、最終的には、 メジャー昇格後では、自己最多の142試合に出場し、規定打席に到達した。2015年5月26日のアリゾナダイヤモンドバックス戦の5回裏、走塁中に太ももの針を訴え途中交代した。診断の結果、右大体4頭筋断裂で手術を受けることになり27日に15日間の故障者リスト、6月5日に60日間の 故障者リストに入った。そのため、この年は60試合の出場に止まり、打率245本類打24打点、1盗塁という成績に終わった。2016年は一類のレギュラーに定着した。118試合の出場で、打率は249、16本類打54打点を記録した。2017年5月20日に、 不安イエペストのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。5月22日のピッツバーグパイレーツ戦で移籍後初の本類打を記録した。8月2日以降はオジーアルビーズが正二類種となり、ブランドン・フィリップスが三類種にコンバートされたことに伴い、フリーマンは本来の一類種としての起用に復帰し、アダムスが左翼種に配置転換された。 オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2017年12月22日にワシントンナショナルズと1年400万ドルの契約を結んだ。2018年8月21日にウェーバー工事を経てカージナルスに移籍した。オフの10月29日に FA となった。2018年12月15日にナショナルズと1年400万ドルの契約を結んだ。 2019年は111試合の出場で打率、226、20本塁打、56打点だった。オフの10月31日に FA となった。2020年1月31日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングトレーニングに参加することになった。7月18日に自ら選んで契約を途中で、 放棄するオプトアウトを行使して FA となった。7月20日にブレーブスとマイナー契約を結び、23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月30日にリーフとなり、9月3日に FA となった。2021年3月28日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。同年は開幕をマイナーで迎えた。 4月29日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。ありがとうございます。